はい、激辛マニアユッキーの今回食べていくのは久々にね、また1年ぶり、リーの30倍。今年は2018年ということでね、期間限定のね、リー30倍。まあ大体これあれなんだよね。夏ぐらいしか売ってないんだよ、これ。うん。でね、よし、早速食べていきたいと思います。さて、今年はね、美味しいかな？今年も美味しいかな？リーは美味しいからね。ビーフカレーということでね。それでは、いただきまーす。あ、美味しい。美味しい。やっぱあれだな。いいよ、美味しいな。でもほら、昔これ30倍じゃなくて45倍だったでしょ？なんかプラス15倍の辛さになるみたいな。なんかソース付きみたいなのあったでしょ。あれ、最近ないよね。それが残念なんだけど。あかっ。あ、美味しい。今年のはただ30倍だけなんで、なんかそんなに辛くないような感じは。するんだけど、あ、でもやっぱ辛いか。やっぱ辛いですね。何口か食べていくとやっぱ辛い。辛い麺上にうまい。ほんこ、レトルトカレーの中で一番うまいね。やっぱりリーは。あ、辛い。あ、辛い。美味しい。あー、辛い。あー、辛い。辛くなってきたぞ。
ああ。ああ。辛いけど。うめえ。ああ、うめえ。ああ。ああ。うん。ああ、辛い。ビーフが効いてる。うん。ビーフ。ああ、ビーフが。ビーフが効いてる、この味。やっぱ夏は辛いものを食べると美味しいよね。うん。やっぱ夏はカレー。ああ。ああ、今日も外は暑かったです。汗が。ああ、湧き出てくる。ああ。辛いの食べると、ストレス発散にもなる。うん。わあ、美味しい。けど辛い。
しょ。汗だく。おいしゅうございました。辛さ度数は90、ご視聴ありがとうございました。